動画をご覧いただきありがとうございます。新山するでございます。はい、今日のテーマなんですけれども、低い音の出し方というね、テーマで、低い音に関する動画って5本ぐらい出したかな。あんまり出してないんですよね。高い音はもう100本ぐらい出してると思うんですけど、もっとかな、はい、300本ぐらい出してると思うんですけど、高い音に対してね、低い音ってあんまり取り上げてこなかったんですけど、低い音って難しいんですよ。低い音って、まあ、皆さん結構楽に出せると思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、僕が思うね、低い音って楽に出せちゃダメだと思うんですよね。これこの意味がね、わかります。この動画を見ていただくと、低い音っていうのは出しやすくする唇のセッティング、まあ、唇のセッティングって言えばいろいろあるんですけれども、低い音が出しやすい人っていうのはイコール高い音がちょっと苦手な人が多いんですよ。はい、多いので全員じゃないんですよ。全員をひっくるめて言ってないんですけど、比較的僕も今までいろんな方を見てきた中でそういう傾向にあります。なので高い音をある程度いつでも出せる状態にしておきましょうっていうのが僕のメソッドであり、僕の考え方一緒ですね。はい、生徒さんにもそういう風に指導してるんですけど、このチューニングのベー、真ん中のとこから高い層まで、ここまではいつでも出せるようにしておく、フラットで。でこの状態にしておいた時に、この低い音ってやっぱちょっと出しにくいんですよ。はい、で出しやすくする方法として、一番簡単、低い音って別に出そうと思えばすぐ出せちゃうんですよ。どうすればいいかというと、唇をバーって広げる、唇を広げればやればもう超簡単に出せます。余裕なんですよ。ただこの唇で、この唇で上の音って出せないんですよね。だから低い音っていうのは難しいんですよ。ちょっと今日は回りくどい言い方なんですけれど、じゃあどうしたらいいかというと、低い音が出しづらいっていうのは正解だと僕は思ってます。出しづらい中でどううまくコントロールして出していくかっていうのが正解であって、高い音をある程度いつでも出せる状態にしておいた上で低い音を出す練習をお勧めします。なのでここら辺の音を出す唇にしといて、ここら辺の唇のまま低い音を出す練習していくんですよ。上の音をフラットで出せる音域を吹いておきながら、だんだんと低い音、上の音吹いて低い音、感じで上の音を吹いてから低い音を吹くってやると、上の唇で低い音を吹く習慣ができていきます。なのでいきなりっていう風に低い音をいきなり吹き始めてしまうと、僕は調子が悪くなるんですよ。だからトランペット吹き始めて最初って絶対低い音は僕は吹かないです。ただ人によって本当に低い音からスタートしないとダメな方っていうのもいるんですよ。でもそういう方っていうのは、もともと高い音を出す唇のセッティングができちゃってるんですよ、最初から。そういう方って言います。そういう方は本当に低い音からウォーミングアップする方もいるんですよね。ただ僕は高い音が昔出せなかったんですよ。本当に出せなかったし、だからこそもう唇を改造しまくったんですよ。ここに来るまで21年目ですけど、今年ね21年目の中でもう大改造してきたわけですよ。だからもともと出せる唇の人っていうのは、もうそんなことやんなくてももともと高い音出るじゃん、だから低い音からやればいいやみたいな感じでなるんですよ。でもこの感覚の人っておそらく悩んでもないから、多分 YouTube すら見てないと思うんですよ。そもそもだから悩みがあるからこそ調べるだろうし、レッスン受けようかなと思うだろうし、とそういうところに達すると思うので、まあ見てる方でもね、そういう方いらっしゃると思うんですけれども、だから大体は高い音が出ない方ってのはそういう感じなんですよね。だからまあ低い音の話ではあるんですけど、高い音が出せない方っていうに向けて の一応まあそういった方に向けてのメッセージになります。はい、結果的に高い音っていうね、はい、まあ、結果的にそこにつながるんですけども、まあそんな感じで、とにかくまあ高い音をね、出せるようにしたいっていう方がまあ多いと思いますので、高い音の唇っていうのが、それがもうトランペットの上で正しい唇だ、高い音じゃないんですよね。高い音の唇って言い方、僕言っちゃいましたけど、トランペットを吹く上でフラットな状態、ノーマルな状態っていうのはチューニングベーあたりがいつでも吹ける唇で、ローベーだったらローベー、低い音も吹く。はい。で、高い音がもう本当に何も苦もなく出せる人は低い音からやった方がいいです。なぜかというと、それはもう狭い唇が出来上がっちゃってるから、ほぐした方がいいんですよ、逆に。だから僕もレッスンする中で、たまにね、高い音が全く全然苦にしない人っていっぱいいるんですよ、生徒さんでも。だそういう方、そういう子に関しては、本当に低い音からウォーミングアップしますよ。
みたいな感じで低い音からレッスンをします。そういう方はね。はい。なので、人によって異なるということをね、まあ、ご理解していただいて、はい。で、高い音をある程度吹いた中で低い音、吹いた中で低い音っていう風にやっていきながら、で、高い音をベースに低い音を出せるようになってきたら、その唇で低い音をいきなり出せるように練習していく。音は出せるんですよ。一応上の音は出せるけど、まあ、なんとか今低い音を探ってみました。はい、まあ、こういう曲だけじゃないですけどね。まあ、もっといろいろ低い音たくさんあると思いますけど、はい、まあ、一つの例として、はい、やらせていただきました。はい、はい、まあ、リップスラー、タンギング、高い音っていうね、動画は結構僕出してるんですけど、低い音ってあんま出したことなかったんで、はい、まあ、結果、到達地点は結構似てるんですけどね。いろんなこう角度からね、はい、この動画は伸びてるかな。はい、高い音ってやるとね、結構伸びるんですけどね、低い音ってやるとどこまで伸びるかな、ちょっと楽しみですけれども、はい、まあ、いろんな角度からこれからも発信していきます。はい、いろんな角度からね発信することによっていろんな方にいろんな見え方ができると思うので、はい、まあ、時々いろいろ厳しいご意見もいただくんですけれども、それは全然構いませんので、はい、僕自身もまだまだだと思っているので、全然ご指摘していただいても構いません。はい、まだまだ一生これはねもう完成はしないと思ってるんで、トランペットは、はい、僕自身もね偉そうに言ってますけど日々研究してますので、ちょっとでもいい演奏できるように、ちょっとでもね上手になれるようにっていうのは、これはもうほんと一緒なんで、はい、もう世の中の方全員思ってると思いますけれども、はい、まあ、ぜひね一緒にこう頑張っていきましょう。トランペットのね、はい、いろんなことができるようになると、それだけいろいろ幅が広がりますので、はい、高い音だけじゃないですけれども、はい、表現の仕方とか音色とかね、いろいろ総合的に上手になっていく必要がありますけど、でもね、まずは音を鳴らせるようにするっていうのがどうしても超えなきゃいけないステップとしてトランペットはあるので、まあ、そういった部分で今日はね低い音をテーマにしたお話をさせていただきました。またぜひいろいろと質問等受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。Hop!